こんにちは、たけです。50代の、おしゃれ上級者を目指します。アラフィー男子がおしゃれ上級者になれるかっていうチャレンジですね。YouTuber の V さんをの、学んだことを自分なりに消化して、おしゃれを目指したいと思います。そして今回はこんな感じですね。今回のポイントなんですけど、ちょうどね、これね、この間ユニクロのシャツを買ったんですけど、これがちょうど、前期のやつなんですけど、ちょうどね、これ中の白い T シャツ出るんですよね、いい感じで。ここもそうなんですけど、ちょうどうっすら出るんで、ただ今期も買ったら全然出なかったんですよ。なんで、今回、ユニクロの話で、なんか毎回同じように出してるけど、サイズが違うっていうの聞いたことあるんですけど、ほんまにそうですね。サイズの違ったのびっくりしました。全然違うやんって話なんで、こうちゃんと出てるんで、前のやつだったら、買ったやつだったら出なかったんで、めちゃくちゃいいですね。まあ、一応、これがまあ、パブリック東京の、ステンカラーで、んで、これがユニクロですね。このズボンもユニクロですね。で、まあ、好きなパトリックですね。っていう感じですね。じゃこうちょっと出るっていうのね、ちょっとおしゃれっすよね。ね。あんまりだから、僕もそんなにね、おしゃれの方じゃないんですけど、なんとかね、ちょっと、おしゃれ感が、このコートのおかげで出てきました。ほぼコートのおかげなんですけどね。そしたら、50代のおしゃれ上級者を目指す、竹でした。